テレビ出せる稲垣の声優やっというわけで本日もアニメ玉始まります <laughs> 先週ですね、はい、先週は生放送で聞いていただきました、はい、コメントもたくさん来てよかったですねうれ、まね、しかったですね、はい、追加すっごいねいっぱい来て,ていただいてさらに「魔法アカデミア」っていうね はい、ちょっとなんかバッタモンっぽいなタイトルの <laughs> 聞き覚えのある聞き覚えのある、はい、まあ内容は全然ね聞いていただいた方は楽しめていただけたんじゃないかと思いますで本日のあのアニメだも多分ね「魔法アカデミー」よりちょっと長いかもしれない,<ー>いす,すごいボリュームがその代わり皆さんが聞く覚えのある声の方がワンサが出てくるかなって感じです楽しみですね <laughs>、はい、じゃ早速アニメだまから聞いてもらいましょう。アニメ玉メイドイドン沖縄 ボリューム34タイトル「インターネットの国のアリス」作「稲垣正之私の名前はえしこ組織内ではコマンドえしこと呼ばれています司令部であるコマンドセクションに所属しているからです私えしこの仕事は指令を発信することではその指令は誰が出すのかというとコマンドカツアという私の上司です今コマンドカツアは大慌てです私たちの命の源である コアターゲットが盗まれたことを知らせる警報音が鳴り始めたからですどうなってるんだコマンドエシコはいコマンドカツア たった今、コアターゲットが行方不明になりました。何管理用の追跡信号は途絶えています。なぜだなぜ信号が途絶えたんだ何者かが発信機を破壊したかと思われます。コマンドエシコすぐ捜索班であるサーチェスに指令を出せ。発見から回収まで指示しろ。了解。指令を出します。コマンドセクションよりサーチャースへ、直ちに出動せよ。コアターゲットの発見後、奪還し、回収せよ。頼んだぞ。 捜索班コアターゲットアリスを大至急見つけ出せコマンドセクションよりサーチャースへコアターゲットのコードネームはアリス大至急アリスを発見し回収せよ こちらサーチャースナンバーアルファ了解しましたこちらサーチャースナンバーベータ了解ですこちらサーチェスナンバーガンマわかりましたコアターゲットはアリスっていうのか私もアリスって初めて聞いたそもそもコアターゲットを見失うなんてコマンドセクションの大失態じゃないかいいからとりあえず仕事だ捜索に入ろうサーチャースっていう私たちの名前通りサーチしましょうしゃあないサーチしますか自分は太平洋に行くじゃあ私大西洋俺は広いとこは面倒だな 狭い海がいいサーチャースよりコマンドセクションへ報告しますナンバーアルファ太平洋の海底をサーチします報告しますナンバーベータ大西洋の海底をサーチします報告しますナンバーガンマは南シナ海の海底です コマンドカツアコアターゲットアリスについての情報はありますかそれがアリスについては上に頼んでも何一つ情報共有させてもらえないんだよ。今の質問はサーチスからの問い合わせか、コマンドエシコ。はい、では、捜索の際、アリスを認識する方法をサーチャースにどう説明すればいいでしょうか今まで見たことも聞いたことも感じたこともない物体に出会ったら、それがコアターゲットアリスだと思って奪い返せ。アリスを奪ったものと敵対した場合はどう対処しますか消去だ、消去 デリートしろ了解しましたサーチャースに指令を出しますよしコマンドセクションよりサーチャースへアリスについての情報共有は不可能未確認物体と判断されるものを発見した場合はすべて奪還し回収性をアリスを奪ったものと敵対した場合は躊躇なく消去すべし繰り返す躊躇なくデリートすべしサーチャースナンバーアルファ了解ただいまより太平洋の海底捜索を開始しますサーチャースナンバーベータ了解 ただいまより大西洋の海底のサーチを開始しますサーチですナンバーガンマ了解ただいまより南シナ海の海底サーチ開始しますアリスについての情報は共有不可能かどんだけ極秘な存在なのよアリスがなんだかわからないんだから発見できなくてしょうがないさ自分たちの命の源の存在だと言うんだから 発見できなかったら大変だろう。未確認物体に出会ったら片っ端から回収しろというメールはワクワクするぞ未確認物体があんまりたくさんあったら面倒くさいなウジン様お聞きくださいどうしたケソン悪い報告ですアリスが行方不明になりましたどうやら盗まれたようです チバンを呼びなさい。チバンはここにおります。ウジン様、アリス行方不明の件、コマンドセクションより報告を受けました。うん、どうすればよい午前会議を開くべきかと。そうか、ヒベン。あなたもここに来なさい。ただいまお側に、ウジン様。国王秘書官のヒベンでございます。ケソン、チバン、ヒベン。これで我が王国の三賢人が揃いましたね。私も賢人のお仲間に加えていただき、うれしいございます。 これより三賢人の御前会議を始めなさい。千葉、話を進めて。かしこまりました。それでは恐れながら、この千葉が三賢人御前会議を進行させていただきます。議題は、コアターゲット、アリスについて。はい、私、ケソンです。よろしくお願いいたします。はい、私、ヒベンです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。知識担当の私、千葉から。 今回のアリス紛失についての現状を説明させていただきます。司令部にあたるコマンドセクションからの報告によりますと、コアターゲットの異常を知らせる警報音が鳴ったため、直ちに周辺にあるすべてのセンサーにより探知したところ、アリスを包み込んでいたコアターゲットごとなくなっていることに気づいたそうです。その後の後対応はどうなっていますか捜索班であるサーチャースに指令を出し、海底の捜索に入っています。 コマンドセクションはアリスを奪った犯人がまだどこかに向かって逃亡中と考えているわけですねそのようです奪われた直後に捜索に入ったのでまだ逃亡中だと認識しているのでしょうその判断は甘いのではありませんか私もそう思います数々のセンサーが完璧に守っていたからにもかかわらずコアターゲットの管理用の追跡信号さえも破壊して盗み出した犯人です 私千葉は犯人は逃亡時間を確保するため警報装置にも何らかの細工をして通報を送らせたと考えます。もしもの場合に備えてサーチャースにはそのまま逃亡ルートの捜索を続けてもらうにしても他のプランも並行して実行し一刻も早くアリスを回収すべきだと 私、ケソンは考えますすそうですね私ベンが考えるには、コマンドセクションには知らせずに、国王直属の秘密部隊を投入すべきかと。アリス奪還へ、今は1分1秒を争う状態と考えれば、秘密部隊の投入は必要。この結論に異議のある人は。異議なし意義なし,意義なしでは、千番から申し上げます。ウジン様我々三権人御前会議は 第一段階の対応としてウジン様直属の秘密部隊の出動をお願いしたいと存じますご判断はいかがでしょうかそのようにしましょう秘弁秘密部隊に指令を出しなさい承知いたしましたえ、七は着いたのに三人はまだ来てないとう、風を切ってフォン、参上 ノナ、お待たせ。はーい。ノナ、ジーヤも来たよ。着いたよ。サスです。みんな、今日は集合時間に間に合ったからいいけど、次からは時間に余裕を持って5分前行動にしましょうね。フォン、了解。5分前ね。ジーヤ、気をつけるわよ。ノナ、一番年下なのに一番しっかりしてるな。では、秘弁秘書館に4人が集合したことを報告し、指令を受けます。その間… みんなはここで待っていていいくださいね3名了解極秘任務なんて久しぶり何か大変なことが起きたんだ国王直属の秘密部隊が出動するくらいの重大事件か秘弁秘書官より我が秘密部隊への指令を伝えますコアターゲットアリスが奪われた取り戻せそれだけそもそもアリスって何物体機体 液体全部自分たちで考えろって言われてる私たち宇人様もアリスとは何かご存じないようです代々の国王はアリスを奪われないように死し,しせよと言い伝えられているだけなのだそうです宇人様もアリスが何かご存じないのかコアターゲットアリスは私たちの命の源だって話は知ってるけどつまりアリスを奪われたってことは 私たちのの命が奪われるぐらいの重大事件このままだと我が王国は消えてしまうやばい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 ノナ大至急秘弁秘書官に伝えて私たちは最終戦争に備えて武器を携帯して出動したいってアリス奪還が間に合わなければこの世界が丸ごとぶっ壊れる秘弁秘書官にそう伝えます サーチャースの3名よりそれぞれ報告が入っています教えてくれ3名の捜索海域を総合しますとほぼ全ての海の海底を捜索し終えていますそれでも発見できないのかまだ捜索できていない残りの海は南極と北極の海です今サーチェスはどこにいる南半球です南極に向かわせろ南極に行かなくては これだけ最愛速度で海底サーチしているのに、褒めてもくれない。寒いところは嫌だな。サーチアスナンバーアルファ、ただいまより南極の海底捜索を開始します。サーチアスナンバーベータ、ただいまより南極の海底のサーチを開始します。サーチアスナンバーガンマ、ただいまより南極の海底サーチ開始します。 わた様私ケソンの占いによりますとアリスを奪ったものは今は移動してはおりませんどこかにたどり着き隠れて身を潜めているようです隠れている場所はどうやらコミュニケーションネットワークの交差点のようなそれはとても大きな交差点であらゆるものが流通している交差点ですあらゆるものが物流している交差点といえば北極の真下の海底にある。 世界最大の物流交差点「モンスター・インターセクション」ウジン様「宇人様秘密部隊をモンスター・インターセクションに向かわせてよろしいでしょうか」「そうしなさいこの王国を私の代で終わらせたくはないみんな頼みますよ」 秘弁書館からの指令が入りました今から我々秘密部隊は北極に向かいます北極そうかモンスターインターセクションね世界中のあらゆるものが通り過ぎていくコミュニケーションネットワークの交差点ネットワークを破壊するわけにはいかないつまり武器は使えないどうやってアリスを特定するどうやって奪い返すモンスターインターセクションの膨大な物流の中のアリス インンターネットエクススチェンジの中の中アリス私たち秘密部隊の知恵と力をもってしても発見と奪還は無理だ秘密部隊の報告は聞きましたかケソンはいこれ以上の活動は無理だとのこと一番です 今の状況をままとめます。アリスを奪った者がアリスの破壊活動を行えば私たち王国の全ての命は消えていきます。今は破壊が実行されていないために生きながらえているということです。わかりました。アリスを発見するのが先かアリスを破壊されるのが先か。我が王国全ての命の分岐点です。ウジン様、もしもの場合に備えてご覚悟なさいませ。 良いですかウジン様何な,なりとお申し付けくださいませケソに飛び抜けた占いの能力を授けたのはどなたですか魔法アカデミアの校長の MJ という方ですミスタージョーカーとお呼びしていましたミスタージョーカーが本当に魔法が使える方ならアリスを特定して回収してもらえませんかウジン様 MJ にお願いしてみませんか。我が王国のすべての命をミスター・ジョーカーに預けましょう。ウジン国王ですか。私は魔法アカデミア校長のジョーカーポッターと申します。我が校卒業生のケソイより話は聞いていますよ。はい、わかりました。 そのお話受けたまわりましょう私だけではなくつい先ごろ魔法アカデミアを卒業しました日本版アベンジャーズとも呼ばれる魔法使いチームも連れて行きましょう。 というわけで先週放送のアニメ玉「魔法アカデミアと」と今週放送のアニメ玉「インターネットの国のアリスは」は今流行りのコラボ作品となりました先週の「魔法アカデミア」の続きが気になっていた皆様そして今週放送の「インターネットの国のアリス」をお聞きになった皆様いよいよ来週結末を迎えます来週を おたしみに。こう動きたい。出演、稲垣正行、h e a v ー m ー当麻ゆかり。 中地真由美、星月夜、吉村亮、長浜純子、ズケラン・リカ、スピーナ・エリカ、長浜レイ、FM ・ギノワン・石坂真奈美、FM ・ギノワン・キャン・和正、FM ・ギノワン・田辺由紀、FM ・ギノワン・山内一郎。はい、聞いていただきました、インターネットの国のアリス。はい まあ沖縄でお世話になったキャストの方が本当に結構今回集合したんじゃないかってくらい嬉しいですね、はい、えまずはあもうお馴染みになりましたミン、えーま、ですね、はい、ありがとうごそいてかつてはい、やっていたのはキャンサーこの2人がもうアニメでも始めたぐらいの頃からそうですね最初くらいの時からお世話になって「ボリュームワ1の時にナミン出てもらって、はい、その次くらいが「キャンサー」のから,出て,らて、はい、出てますよね。 もうええー、ギノアンのアニメドマの歴史をたどってきたお二人だということで、やありがたい光栄です。支えていただいていましたので、ね、<laughs> はい、今回の役どうでしたか？はい、いや今回なんかこうやって私もこのギノアンで関わってる皆さんと一緒に参加することができたっていうのもちょっと嬉しいのと、はい、やっぱなんかちょっと今回セリフも心なしかなんかちょっと難しめな、うん、多いのが多かった気がして。<laughs> そうですね <laughs> いやでもいい役でした。ねはい、はい。でキャンさんもね、はい、あのご一緒に二人組ですね。<う>頑張っていただきましたもんね。キャンさんも今回あの参加する前から意気込んでいたので、うん、でやっぱりまあそれが出てましたよね。ね嬉しいですね。はい、本当に、えー、沖縄アニメだの歴史を作っていただいたお二人が出た <laughs> シコとカツァの役、そして次がアルファベータガンマ。ここにはあれですね。 え番組でおなじみのヒーフミさんそしてお友達のトムヘカリさん、はい、でなんと山内社長もおってって、はい、また登場していただきました <laughs> <laughs> このアルファベータガンバーサーチャースという三人組ですけど、はい、聞いてみてどんな感じしました いや、今回この私の友達のト友ゆかり、あの声を変えて。頑張ってましたね。頑張ってました。役作りと言ってはなんですけどと言いながら。変えてましたよね。はい、変えてました。ちゃんと変わってましたよね。ちょっと収録の時もすごいと。ねで、ひふみさんは、まあ、この中でもね。もう、はい、ベテランですね。ね、やはり、きく、あの、聞き心地のいいね、声ですよね。 あの感じでやっていただくとなんかそれこそ本当に優秀なあの優秀な人なんだろうなとキャストがねあの思いますよねで社長が今回は真面目にやりますとおっしゃってましたがやっぱり意気込みが違いましたね今度は本気でやるって言ってたのであそうですそれがあらわにねなってたのではないでしょうかねはい。 前回も全然悪くなかったちょうど本当にいい感じだった役としていい感じだったんですけど、はい、でもしっかりはまってますね,ねちゃんとさすがですよやはりこのアルファベータガンマはまあエヴェ・ミノナさんでおなじみの方々が先頭らしたって感じでした、はいえー、そして、えー、次がチベンひ、えー、チバン・ヒベン・ケソン・ウジンというなんか えー、素晴らしいあの珍しい名前が並んでいますが、ここにがあのえーと栄光のアニメドラ三番目に出ていただいた中島由美さんがね、はい、あの参加していただいてもう随分出ていただきましたもんね。いろんな役やってましたね。はいその出たどんどん上手になってね。はい、こちらも頼りがいのあるあのシナリオ書きがいのあるヤストさんになってきていただいて嬉しかったと思います。で星月夜さんがお友達。私の友達。 もうすっかりアニメ玉ハマって。嬉しいですね。はい。で吉原亮さんが番組やってらっしゃる。やってます。はい。え亮さんのまたあの声がうまく。えなんか。この生かされてた。ですね。ちゃんと役作ってもらえてね。もう役にぴったり。すごかったです。え 最初の打ち合わせの時にこんな感じでってやって聞かせていただいたんですけどいやそれですよそれみたいなそのシナリオはそれをやって頂きたかったんですっていうのを最初から自分で考えてきてねやっていただいて嬉しかったですね。で初参加の長浜淳子さん頑張ってましたよね。ご本人はんかあまり自信がないですっておっしゃってましたけどいやいやいや聞いてみたら。 私があのイメージした優しそうなあの国王がそのままで出てましたね、はい。ままたうん、シナリオの描いたあの国王がそのまま出てきた感じがしました。はい、そしてえ最後のコーナーで秘密部隊のね、きょの最後にあの作品にも出てきました、秘密部隊ここがまあ ギノワン三人娘みたいな。そうですね。<laughs> ここがまたかか <laughs> ギノワンではもうおなじみの。おなじみの方々が製造して出ていただいて、<laughs> はい、ねこれは嬉しかったですね。これリスナーさんも嬉しいんじゃないですかね。うん、ねちょっと違う面がね聞、うん、るとね。はい、で長浜レイさんですね。あのお子さんがこの子が良かったですね。良、はい、かったですね。やっぱ子供の声いいですね。ねいいですよね。ぴったり子供用のセリフを書いてきたんですが、それがレイさんし,しっかり体現あの具現化してくれて。 とても良かったと思います、えー、ということでインターネットの国のアリス、えー、さっき出演の方の話をしていました実はこれ来週も続きますそうなんです逆編です、はい、<laughs> EUJ は主に東京以外の地域で展開する総合エンターテインメントグループです全国で漫画、アニメ、ラジオ、映像作品を企画制作しながら東京以外にお住まいの方々へも芸能にチャレンジする機会を提供しています EUJ では 今ラジオをお聞きいただいているこちらの地域でも芸能をオンラインで学ぶことができるんです紅の豚のポルコロッソを演じた名俳優小森山周一郎さんの意思を継いだ芸能オンラインスクール最高指導責任者はこの番組のメインパーソナリティでもある稲垣正幸先生です対象年齢は小さいお子様からシニアの方々まで幅広く学んでいただくことができます EUJ で検索してみてくださいねアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください 主人公などの気持ちを考えながら読むのがとっても難しかったです楽しかった自分の声を聞くってちょっと恥ずかしいなっていうのもあったんですが、うん、で楽しかったっていう気持ちの方が大きいですとても新鮮でした <laughs> また機会があればやりたいなって思いましたやってみると緊張がだんだんほぐれてちょっと楽しくなってきた感じでした <laughs> やっぱ自分で演じれるっていうのはなかなかない経験でとても楽しかったです、うん、ドキドキしたんですけど楽しかったです 声優さんのお仕事を体験できてすごくいい経験になりました楽しかったのでまた次もこのような機会があったらまたやってみたいなと思います経験できなかったことができたので良かったです難しかったけどやってて楽しかったです最初はとても緊張していたけどやってみたら楽しかったです噛んだところがあったんですけど結構楽しかったです 難しかったけどまたやってみたいですこのように何かを演じて言葉の意味とかその響きを味わうっていう機会をいただけたこと非常にありがたいなと思っていますとっても楽しめましたザボードとかで結構スラスラ言えるようにできました難しかったけど楽しかったですと最初はとても緊張したけど後から自分らしく言えたかなと思います楽しくできて またやりたいなってとっても思いました娘を連れてきたつもりが私までもうハマってしまって声優にもうなっちゃってます <laughs> とても楽しかったですまたやってみたいです私みたいな素人でもできるというかさせていただいたということで本当にあの貴重な経験でちょっとはい声優さんに興味を持ちました声に関する仕事は前からちょっとやってみたいなって思ってたので今回体験できてよかったです 喋る言葉,言葉一つをつないで一つの作品につないで聴いてる方に想像力をひ引き出すっとっても素晴らしい仕事だなと思いますテレビとかで出てる声優さんたちは普通に喋ってるように感じたんですけど実際にこういうふうにやってみるとすごく緊張しました緊張しましたが言いたい意見できて楽しかったです初めてやってみてとても感情などを表現するのがとても難しかったですやって楽しかったです やっぱり子や孫を育てるためにこのお話はとっても役に立ちます昔明治生まれのおじいさんたちも言ってました読書も大いにやりなさいと本もいっぱい読ませてあげなさいそこから子どもたちが頭が咲いてきますよというのを明治20年のうちの祖父はいつもその話をしていましただだからこのお話を読んだ時に、 とても明治生まれの祖父、もう30年前に亡くなったんですけど、その祖父を今日思い出して涙が出そうでした。演じ分けがとても難しいなと思いました。でもとても楽しかったです。こんな小さい空間でとても大きな世界を見れたような気がします。いい体験をさせていただきました。めちゃめちゃ楽しかったです。本当にいい経験させていただきました。自分は滑舌が悪いで噛みすぎるかもしれないと思ったけど、 先生がそばにいてくれたおかげで、最後までやり遂げました。最初は緊張したけど、やったら楽しかったです。初めて声優と声優として声を出すっていうことをさせていただいたんですけど、すごい真剣にやっぱり喋るので、このいろんな場面に自分も行ったみたいな。こう感じになって、すごい楽しかったです。全力を尽くして、ワクワク、ドキドキできました。楽しかったです。本当、初めてなんですよ。僕、ラジオドラマ。 やるの、演技も、すごい恥ずかしくて、大変でしたが、なんか面白かったです。こうやって、まあ声優のお仕事なんてしたことなかったので、すごい楽しく演じさせていただきました。というわけで、本日もちょっと内容たっぷりのアニメでも聞いていただきました。はい、いっぱい出ていただいてますからね。嬉しいですね,ね。また来週も、はい、あの、驚異の展開です。す、はい、そうなんですぜ。ぜひ聞いていただきたいと思います。<laughs> はい。はい。それでは皆さん、バイバイ。バイバ